一番手は誰だ？フェルミア・ゴールペン。フェルミア・ジンゴ。ナッシュ・サムライ、バスティーン・チャマイク。害を受けたか。筒とアザモの境にある畑を燃やされてしまいました。丘の上から見えるはずです。よし、分かった、見ておこう。
ある男が筒の浜で一人で太刀を振り回していましたよ。生き残った民か、ただの賊か。わかりません。ですが、なぜか泣いてました。
失礼を。外では本心を言えなくて、猛虎に聞かれると思うと。ここにも猛虎が。おかげで樽はすっからかん。味はわかるようだな。お主の酒は島の誉れだ。やつらの酒なんて馬の小便ですから。馬の乳と聞いたが。それが酒だなんて。やつらはいつ戻る。じきに。俺に任せろ。お主は隠れておれ。奇襲する場所を探さねば。みんな集まりな。蔵の裏に隠れるんだ。顔出すんじゃないよ。ここにいるお侍さんがもうこと話をつけてくれ。نگر بدن زو هر وقت وای. سوپتر هوا سنیستی اصلا. ایسای هر نه. وای، اونو کیکت هر نه. تیمه. هاشیا یافتو. Here! Oh,
お見事でございます。じきに仲間を探しに猛虎が来るぞ。お守りください。酒ならいくらでもお出しします。お代も取りませんので。ひとまず逃れた方がいい。有明の小金寺へ行け。かくまってくれるはずだ。かしこまりました。
石川先生も湯に浸かるべきだ。常に鶴のように張り詰めておられて穏やかに過ごすことはあるのか。様の嫁子だけだ。おさこ様か。あれは逆らってはいけないよ。でも誰かが裏切った。もう子じゃなくて島の者。知られる覚悟ができていると願おう。まさか。戦が終わった後の小村で二人の人が侍を担いでるのを見たよ。身内がきちんと弔いたかったの。違うと思う。良い弓に勝る武具はございません。助かった。やっと野菜が育った。さあ、お納めください。お晩です、酒井様。ねえ、稽古台を使ってる人を見たことある？太刀の切れ味を鮮やかにいたしましょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。またいつでもお越しください。これからも御仏の示す道をお進みください。ふっ、うん、鎧を整えてもよろしいでしょうか。鎧はお体に合ってます？ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。きっとあなた様をお守りしてくれます。まさか素手でか。ああ、何かに当たるの。Merci fürs Zuschauen und see you next time.